ファンタスティックス堀夏樹です、はあはい、今日は何やりましょうかね。今日は何やりましょうか。まあもう8月になりましたね。そう、8月に入りました、ね、何かありますよね、イベントとか。イベントですか、うん、大きなイベント。もしかして堀夏樹のあれですか。そうです、堀夏樹さん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。何歳になられます25になりました。抱負とかあります25歳の、25歳の抱負ですか。25ですもんね。もう一年中ニコニコしてたいですね。8月は誕生日月間ということで、おじさんディレクターたちがいろいろなおもてなし企画を考えました。泣けますね、なんかね。おじさんが考えましたって自分で。誕生日おめでとうございます。おー、第1弾は暑い日に食べたい、うん、あれを堪能してもらおうかなと。食べる系だ。嬉しいですね。誕生日はライブの予定があります。どちらの方で。東京でライブをする、バースデーライブですね。ここ。そう、こちら八百屋たこ焼き。そう、これは八百屋さん。でもたこ焼きって書いてあるし、あれなんすか。あれチョークアート。チョークアート、なんかアジアの屋台感すごいですね。街中の屋台な感じがすごい出てますけど。こんにちは。こんにちは、ようこそ。はじめまして。はじめまして。情報が多すぎて今パニック。八百屋じゃないですか、はい、たこ焼きじゃないですか、はい、でトップガンじゃないですか。トップガン、はい、結局何屋さんなの。結局八百屋ですね。結局もうエンターテインメント満載の八百屋です。そうなんです。そういうことです。ちなみに、はい、チョークアート、はい、なんか今まで、はい、エグザイルトライブの人も書いたことがあるって聞いたんですけど、はい、これはうちの看板を作ってくれてる看板屋さんが趣味で書いてるんです。趣味で。そうです。だいたい周期的に1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらい、うん、それお願いしたらじゃあ書いてくれるってこと。まあ一応は。じゃあちょっと僕押しといてください。本当です。うちのじゃあインスタからあのコメント欄でお願いしていいですか。あ、そこ自力でやるんだ。自力でちょっとお願いしていいですか。はい、リクエストします、お願いします。僕でもなんか食べに来たって言ってましたもんね。そう、 SNS 映えしたものがあるんですよ。おう、それなんですか。すごいのがあるんです。バズった。バズってます。おう、お待たせしました。はい、来た。お、すごいな。そして誕生日おめでとうございます。おー、わ、ほんとだ。ハッピーバースデーって書いてある。ありがとうございます。これかき氷、もうパフェよりパフェですね。そうですね。すごいな、マンゴーですか。そうです。しかも高級の宮崎マンゴーです。宮崎マンゴー。そうです。すごい。これでもどっから食べていいかわかんないですね。あの崩れやすいんで。ですよね。はい、慎重に慎重に。うわ、すごい。いただきます。うん、甘っ。マンゴーと氷だけでいってるんで、もうマンゴーの甘みだけなんですけど。そうですね、めちゃくちゃ甘かったです。1個2500円ぐらいの宮崎マンゴーを使ってます。もう完熟までやっぱり育ててから出すので、全部とろっとろ、すぐなくなりますよ。そうですね。すっごい、めちゃくちゃ美味しい。うわ、これはご褒美ですよ。まだあるんですよ。まだあるんですか。さあ、ご褒美のクラウンメロンのかき氷です。ちょっと崩れやすいんで。うわー、すごい。どうぞ。さあどうぞ。さあどうぞ。もう無理してますよ。半分はもうメロンそのまま。もう半分以上使ってるんで、これも。上にも乗って。そうです。体
顔と並べてみます一回。こんな感じどうすか、同じぐらい。いや氷のがでかいです。氷のがでかいこれすごいっすね。クラウンメロンって言って、最高級のメロンを使った、お店ではこれ一玉で5800円で売ってます。それをかき氷にすると1800円です。なんでなんですか。だからもうマジっすか。マジっす。かき氷気合い入れてるじゃないですか。かき氷気合い入れてます。うわーすごい。映えるものには気合い入れます。その下のメロンごと食べれるんですよ。こうやって、うわめちゃくちゃ贅沢だこれ。もうメロン美味しい本当に。甘っ。一人で召し上がるお客さんっているんですか。もう皆さん一人だ大体。本当ですか。大体一人です。だから食べ終わった後にもう汁まで飲み干すみたいな。本当に美味しいからいけちゃうんですね。そうですそうです、誕生日祝ってもらってるなって感じしますよめちゃくちゃ。実は今回特別に好きなものを使ってかき氷作ってもらおうと思います。そんな特別に。特別に。普段そういうサービスやってるわけじゃなくて。やってなくて。うわぁそんないいんすか。特別ですよ。いいんすか。いいっすいいっす。氷から。はい氷からやってもらいます。やりましょう楽しそう、はい、じゃじゃーん。あー氷だな。氷です。切ったことないですけど。引くように。引くように。引くように。はい。なんか気持ちいいっすね。いや気持ちいいっす。上手っすよこれ。すごいな。こんなところから。いや苦労が。そうなんです。3回か4回ちょっと強めで。お割れた。でこれを使いますんで。この氷を使って。氷を使います。そうです。かき氷を作ると。作ります。はい。いや愛着湧きそうっすねなんかね。そうです。でかい。次はフルーツ選んでもらう。次はフルーツ選んでもらう、うん、もうほんと好きなものしか選ばないとこ。ちょっと早速いいですか。じゃあパイナップル好きなんですよ。夏っぽいしパイナップルキープで。じゃあ1個ぐらいちょっと本当にわからないの入れとこうかな。このスターフルーツこれ初めてだな。ちょっとこれ気になる。これ使ってみます。美味しそうなやつ。桃いってみましょうよ。こっちはバナナのとこもありますね。バナナ。バナナかき氷って聞いたことないですけど。でもここでねバナナも面白いことやってるんですよ。今度は何やってるんですか。抱えたい放題です。抱えたい放題。そうです。袋詰め放題的なノリで。そんな甘いもんじゃダメです。気になる。まあちょっと腰やられるんで。あそんなに。とりあえず手をこんな感じにしといてもらって、まず持ってください。とりあえず本当に、はい、本当にこれ落ちたら終了になるんで。わかりました。落ちたらもうあの失格になりますんで。結構プルプルしてきた。あとなんか下半身まで来てる。でたまにあのこういう特別なやつも出ますんで、これもいますよ。もういよいよ重いっすね。もう限界っすか。もうちょっといきます。もうちょっといきます。重っ。最後の最後の1個重っ。まだいきます。もう勘弁してくださいすいません。これでいくらですか。これであの200円。安すぎるって安すぎるって。ちなみに一房いくらぐらい。一房だいたい袋でだいたい200円とか250円ぐらいするんで、もうあの 3,4 房持ってってもらったらうち大赤字です。掘り下げないで。だけどそのバナナは3個あるんですけど。掘り下げないで。フィリピンかエクアドルかっていうところ。大体その辺だから。でバナナってどうやって食べるの。抜いて食え。ちょっとやってみましょう。これでしょ。はい。選んだ3つ。あれ。パイナップル好きです。初めての挑戦。スターフルーツ。切り方もわかりません。こうフルーツだけでももう山盛りだけど。しっかりそこ考えないと。分厚くいきましょうね。うわー。オッケー。オッケーです。すげえ。本当にスターなんだ。めっちゃ映えそうなフルーツ選んでますね、ちゃんと。これどんな味すんの。
さっき僕が切った氷ですよ、これ。これをセットしてスタート。おお、ふわふわのやつが出てくる。かき氷作りなんて本当子供の頃以来。これでもう見えなくなってきた。あ、これ氷だからやっぱこうグッとグッと押せばはまってくれますね。でこれが重要なんですよ。かわいい。たまにちょっとスタッフ列がいて。できました。バースデーかき氷です。すごいね。いやすごいボリュームになりましたね。一個一個のフルーツ大きい。じゃあまずは桃からいきますか。一番上にある桃。氷の分量少なすぎた。氷がいない。桃と氷です。あ、うまい。ちょっと次がチャレンジスターフルーツ。これはもう映え狙いだったんですけど、ちょっと違ったか。なんかね、シシトウみたいな野菜味が強いっていうか。桃がやっぱ一番桃当たりだな。桃うまい。これがまず1個目のおもてなしでした。はい、好き放題かき氷作らせてもらって、いやめっちゃ嬉しいです。本当誕生日お祝いしてもらって。まだまだここから続きますので。まだまだここから続くんですか。安心遅れるわよ。50分ダメダメ起きて。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そしてコメント欄にて僕にやってほしい企画などお待ちしています。お願いします。